今日は2020年12月14日月曜日です。この動画はスケジュール投稿で2022年12月14日に投稿されます。今週はめちゃめちゃ忙しくなる予定です。忙しいです。締め切りいろいろあります。そんな中、今夜はまた牡蠣を焼きます。からどまりの牡蠣ですね。あれはとても美味しいので、からどまりの牡蠣今夜も焼きます。それまでちょっとガリガリ勉強じゃないや、仕事しないといけないですね。頑張ります。立派なお酒見てこれ買ったんですか？これはいつもの丸安です。すげえ30分ぐらいかけて。これあれやん、この袋さ、はい、ルミエールでお寿司の半額のやつ買ったらついてくるやつやん。多分半額じゃなくてもついてきますよ。うお、見てこれ、見てください。これ一生懸命運んだぜ。ありがとうございます。こっち見てる、こっち見てる。ありがとうございます。礼を選んで入れます。待って、醤油がいいね。あ、醤油、大名の方が、あ、醤油がもう切れちゃいましたね。醤油ないですか？醤油マジか。この間使い切りましたよ。あ、本当ですか？こんなにいっぱいあったの。でも普通の醤油はあります。こっち見てる、こっち見る。すごい豪華ですね。これいいでしょ。でこれね、あれします。俺も待ってる。どんなやつでしたっけ、向こう。向こうですか。そう、あ、他。はい。ありがとうございます。竹島さん、ダメですよ。でも、こんなさせたら、でも、もあるよ。でも、もあるよ。竹島さん、日本な。いい匂いですね。めっちゃうまそう。いや、これうま。今日も牡蠣をめっちゃ焼いて食べました。会社の人だけじゃなくて、ちょっと僕がメンタリングしているような若い起業家の人も3人くらい参加して一緒に牡蠣を食べてました。なかなか今年は忘年会とかってやる人も、やる人っていうかやる会社、やる組織、忘年会っていうのがちょっとない感じで、で昨日一昨日ぐらいから福岡県の方でもまたあのコロナ警戒警報みたいのが出て、外出を自粛するようなそういう感じの動きになっていっています。はい、早く終わりを迎えてほしいです、この状況。今日は以上です。